新型コロナウイルスの収束を願って、とある男性が作り上げた世界で一つの作品にあっぱれです。少し黒ずんだ地面の汚れ、スーッとズームバックすると、見事なアマビエと疫病退散の文字。ここは大分県のある施設の中庭の様子です。この作品はもともと施設に描かれていたわけではなく、職員の男性が中庭の苔掃除をするときに高圧洗浄機を使って描いたこの世で一つの作品です。これ絵を描いたらいいんじゃないかという話があって、じゃあ今の時期絵描くとすればアマビエかなと思いついてですね、それはもう濡れながら汚れも結構跳ね返ってくるんでぐちゃぐちゃでしたけど、職員の男性は朝から夕方までのおよそ8時間でこの作品を作り上げたそうです。番組取材に対し、自分は絵心がないと謙遜している様子でしたが、まさにあっぱれな作品です。新型コロナウイルスの感染者が全国的に急増する中、込めた思いはもちろん、うち研修施設なんですけどね、今年コロナの関係があってですね、4月5月の研修が全くできなくてですね、なんとか収まってほしいなという思いで書きました。